この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、6日間にわたって行われてまいりました G2 モーターボート誕生祭、本日いよいよシリーズ最終日を迎えました、はい、最終日です。さあね、最終日ということなんですが、うん、ちょっと全国的に見ると今日は関東地方なんか雪が降ったりとか、映像見てびっくりしました。あんな雪って降るんだなって、はい、と思いきやこのね、長崎県大村市はね、はい、春っていうか、そうですね、晴れててね、暖かいですね、はい、昨日までちょっと雨が降ってたんですけどね、うん、今日は一転して最後にふさわしい、はい、いい状況になりそうですね。そうですね。さあ、そんな中昨日はね、準優勝戦が行われたんですけれども、はい、いや、私もうずっと目が点になってました。あの、なんです、昨日はね、1レースからもうインコースが強く、はい、1号手が強くてね、はい、まあ、インニエ祭りでわっしょいわっしょい大村らしいなと思っててね、うん、ところが準優がまさかまさかでね、はい、まあ9、10で、まあ、1号艇が負けてしまうと、はい、まくられてね、うん、大敗してしまったということで、はい、いや、そしてまあ最後だけはね、平本選手が押し込みましたよね、はい、波乱波乱波乱の順位でしたね。そうですね。さあね、優勝戦メンバーどうなったのか、早速まずはこのフリップをご覧いただきましょう。さあ、ご覧の6選手によって優勝戦争われますが、長谷さん、はい、こうしてメンバーざっと見てみますと、うん、なんていうんですかね、いいメンバーといったらこう簡単かもしれませんが、あの3号艇藤山選手だけがね、はい、まあ、G2 以上の特別戦がね、はい、初ユースなんですけどね、はい、あと SG ウィーナー、ね、G1 ウィーナー、ずらりずらりずらり、いや、本当はもう強い選手が乗ってきましたね、はい、ファイナルにふさわしいメンバーですね、はい、まあ、昨日のね、準優勝戦波乱が多かったという話なんですが、うん、まあ、こうやってこのメンバー見ると勝負強いっていう感じもしますね。正直道中の走りはね、はい、SG 走ってる選手はね、はい、うまかったなと思いました、やっぱり、うん、それがやっぱこういったメンバーにとして、ね、出ましたね、はい、やはりそんな中1号艇平本選手王道かというところなんですが、はい、記録評価お願いいたします。一番出たのは、まあ、2号艇山口剛選手と思います、はい、この出足関係すごいですね、うん、はい、出足行き足がいいね、でその延長 で、ね、伸びも悪くない、はい、いやー、本当昨日のね、まあ、2コースまくりっていうのはね、桑原優がスタート遅れたっていうのもあるけど、はい、まあ、そこから2コースがまくれる足ですからね、はい、やはりね、仕上がりはね、ナンバーワンと、はい、ただね、もう全部がすごくないんで、はい、あえてちょっと9点にしましたけどね。なるほど、はい、でもね、平本選手、藤山選手もね、はい、うん、それほど差はないと思います。8点、はい、平本選手はもう出足関係いいですね、うん、実は今節ね、前節から前回からもらったままでノーハンマーで来てました、はいはい、でも出足がいいって、うん、いやー、もう本当ニコニコしてましたね藤山選手もね、もう全部がいいって言ってましたね、うん、はい、ただ今日最終日は船足に特化したいみたいなこと言ってましたよね、はい、だからとにかくまあ一撃を狙いたいというようなコメントでしたね、うん、はい、篠崎選手、この中に入るとというよりは、まあ、今節の中でも全体的に見てもちょっと見劣ると思いますね、はい、やはりこのね、逆に言うと、よくこのエンジンで乗ってきたなと、優勝戦に、うん、はい、あの46号機ね、初下ろしで峰竜太がね、はい、一般戦で大苦戦したモーターですからね、はい、けど、まあ、なんとか底上げはできてますけどね、うん、でも見劣るので4点、はい、岡崎選手はもうね、はい、中島光栄選手もね、いいところはあるんです、はい、林関係とかね、回り足とかね、はい、ただ、上がいるってことでね、うん、やっぱりまあ中堅上位と見て6点としました、はい、そう見るとやっぱり内枠3人がいい仕上がりですね。はい、さあ、ということでご覧の6選手によって優勝戦争われます。記録評価もぜひご参考にしていただければと思います。さあ、瀬さん、はい、いよいよこの展望番組今シリーズ最後の展開予想でございます。やっぱりね、優勝戦をね、買おうとかね、やっぱ優勝戦だけ買いたいっていうね、はい、ファンも、ね、はい、いるからね、うん、やはりもちろん注目度の高いレースですからね、はい、やはり、僕にとっては今節最後ですけど、はい、今年度最後の予想っていうのもあるのでね、はい、やはり、新年度をね、はい、笑顔で迎えるためにもそうですね、新年度いるかどうか分かりませんけど、いるためにも、笑顔でいるためにもね、はい、やはり当てたいなと思ってますけど ね、 ね、新年度も笑顔でね、この展望番組ずっとお付き合いいただきたいと思ってるんですけど ね、 あの今年度最後、終わり良ければ全てをして、はい、まあ、いい言葉がありますよね、はい、それに乗っかりたいなと思います。乗りましょう、はい、さあ、それでは続いてのフリップご覧ください。さあ、優勝戦の展開予想でございます。平本真之選手が G2、 そして大村初 VA、でも選手ね、はい、SG も G1 も勝ってる選手ですけど、はい、まあ、G2 は勝ってない、まあ別に G2 が開催があまり多いわけないですからね、はいはい、
まあ、でもこれ勝てばもう全部勝ちますからね。そうですね、各カテゴリー。プレーで全部勝つからね。はい、というのは大村初 V、はい、意外にも大村初優出。ねえ、びっくりしました。昔ね、まあ、デビューしたばっかりの頃に新鋭リーグを走ったことはあるんですけど、はい、あとはもうね、SG やね、記念しか走ってないんで、はい、一般戦をね、走ることが少ないんですけど、はい、本人はね、まあ、そんなことはあんまり記念はしてませんでした。まあ、それはまあ、あくまでも、まあ、はい、まあね、これまでなかったというだけでね、はい、でもここはね、うん、もうとにかくお祝いお祝いお祝いでね、はい、誕生されたから祭りですからね、はい、まあ、G2 初 V と大村初 V、まあ、もちろん予選トップからの王道勝ちを狙うレース、はい、まあ、ここはまあ最有力でしょうね。さあ、そしてね、印の方早速見ていきたいんですが、もう平本選手は20丸、まあ、ここはね、フォーカスね、見てもちょっと信頼度高そうと思います。あのね、ここはまあ、ここはっていうかね、多分ね、僕以外にもね、はい、もう平本選手の本命、山口選手対抗、これは間違いないと思います。はい、はい、本誌予想でない人が多分2本命進みますよ。本誌予想って立場で言うと、まあ、はい、平本選手っていうのは、はい、出足よし、行き足よし、スタートもいってるとね、はい、でまあ、ここは進入は、ね、枠慣れ想定ですけど、はい、まあ、もしかしたら岡崎選手が、ね、はい、一つでもうちを狙ってくる可能性はありますけど、はい、まあ、その辺はちょっとスタート展示ね、はい、注目してほしいけど、まあ、基本的には枠慣れなのかなと思ってますね、うん、はい、ですんで、まあ、平本選手がインカー先に回ると、はい、あとは山口選手の動きですね。そうですね、昨日は桑原選手がスタート遅れたので2コースからまくりました、はい、ただ平本選手がスタート行って差しだけじゃないと思う。もしかしたらひょっとしての、ね、意表をつく、ね、まくり勝負もあるかもしれないんでね。やはり一撃狙うためにやっぱりまくった方が面白いのかなと思うんでね、はい、それはね、どうなるか分かりません、はい、あと藤山選手なんかね、無欲の勝利を狙えるでしょうね、はい、もう、まあ、特別戦初優勝初 V というのもね、はい、それは山口選手の動き次第でしょうね。山口選手がまあ差しにかもうね、外を張って差しになればなかなかできないけど、はい、意表をつくね、つけまいったらね、はい、まくり出しもあるかもしれないしね、はい、でもモーターはいいんでね。あとやっぱりね、この外枠どうしようかですよ ですね。普通順番から言えば篠田選手ですけどね、はい、気力評価やっぱ4点としました、はい、やはり身を取る。今日はね、船足重視にしたいと、はい、ということは乗り心地が落ちる可能性がある。はいはい、やはり優勝するためには船足がないとということを言ってますからね、はい、じゃあそれがまあ どっちに影響するか、はい、なんかあんまりなんか、ね、船足ばっかり重視して、ね、乗れなくなったってこと気になるんですけど、はい、岡田選手にとっては、ね、やっぱ乗り心地というか回り足がいいんでね、はい、まあ、展開つける、うん、あとね、岡崎選手と2号で山口選手というのは、はい、まあ、SG オーシャンカップの勝負かけでもあるんですよね、はい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 、とにかくポイントを稼ぎたい、はい、まあ、山口選手は2着までに入りたい、はい、まあ、いいし、もう岡崎選手もね、はい、まあ、上位着順が欲しいというのもあるんでね、うん、彼だと勝負かけですよね、はい、なおかつともうちょっとね先を行くとね、はい、来年の SG クラシックが福岡であるんですよ。ということは篠崎、岡崎にとっては早めに権利を取っておきたいという気持ちもあるね、はい、特に岡崎君はまあ誕生祭連覇もかかって、ね、いろんなことがかかってね、はい、オーシャンカップ勝負があって、まあ、クラシックもある、はい、まあ、連覇がかかってる、はい、そしてコース動くかもしれない、気になるのは岡崎選手ですけどね、はい、でもまあやっぱ平本選手、はい、大本命だと僕の中では思ってる。そして山口選手もあのモーター考えれば3着まで来るでしょうと思ってるんです、でもまあ藤山選手もモーターいいし、はい、まあ、勝負勝ちもろもろかかっている岡崎がいるんで、はい、開面は1から2、3、5で回しましょうというフォーカスですね。なるほど、やはりね、いいお話聞きますといろんな思惑がね、各選手あるんですね。まあ、僕もいろんなこと言ってますからね、はい、もうなんかどん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 もう自分の知ってる情報だけを出しますよね、これね。いやいや、ただもう早速狙い目参りましょう。6枠も怖い。中島選手ってね、はい、フライング持ってて、はい、まあ、昨日スタートはね、コンマ18だけど、ホーテルっていうんですよ、はいはい、まあ、そのスタート感がね、うん、自分の中ではちょっとなって言われて、でも、回り足が変わらずいいって言ってるんですよね、はい、まあ、外からまあ展開を拾えるっていうか、冷静にいけるのは中島浩平選手かなと思って、はい、回り足がいいんでね。うん、ということはやっぱでも山口選手もやっぱ絡むんで、うん、1-2-6-1-6-2-1-6に抑えるかな、はい、普通ならここね、狙い目でね、山口選手の頭から2から行きましょうと思ったんですけど、はい、あんまりね、こうね、迷わ、僕の中で迷いたくなかったんで、はい、もう平本選手のモーターを信じてとか、コースも信じて、はい、ということでね、はい、狙い目は1からの薄めで6絡みということも出しました。はい、さあね、やはりメンバー的にもコース的にも見て、ちょっと6が絡めば、配当はね、ちょっと上がるのかなという感じがしますけどもね。まあ、昨日のね、順位もね、まあ、リーダー、ね、平本選手はね、はい、ありましたけどね、そうですね、外枠が絡んでのちょっと高配当になったんでね、はい、なってましたからね、はい、そう見たらね、
さあさあ皆さんね、今年の最後のね、はい、大村ボートですよ、うん、ぜひとも買ってくださいもう、はい、さあということで話を聞いてまいりまして、やはりね、狙い目もいただいたんですが、ただ一着候補はフォーカスすべて見ても平本選手ということでね、ご覧の計8点のフォーカスいただいております。結構絞っていただきました。絞ってますね。優勝者優勝者なんで、ね、そうですね、はい、本当ですね、うん、ぜひね、皆様もこのフォーカスご参考に、お楽しみいただければと思います。さあ長谷さんもね、来年度笑顔でもう笑顔でもう迎えるためにも、そうですね、私もね、あの気分屋なんでね、はい、いつも本当笑顔ですもっと笑顔にね、はい、満開になるようになりたいですね。そうですね、うん、大村公園のね桜も、まあ、三分四分咲きかというところなんですけどもね、うん、一足早く満開の笑顔の花を優勝戦で輝かせるのは誰なのか、はい、ぜひ皆様もご注目いただきたいと思います。さあそして長谷さんは今節もいつも通り最終日は5レースからピット解説の方にご登場いただく、はい、もうまたお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。はい、なそちらの方での、ね、活躍も期待しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、さあということで今節シリーズ一節間、展望番組お付き合いいただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。どうもありがとうございました。